らく寝てろ。しばらく寝てろ。
取らせやがって。おい。ありがとう。ああ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとう。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。手間取らせる。
今俺の方が見出した。しばらく寝てろ。はい。殺すぞこれ。しばらく寝てろ。時間食っちゃう。せやがって。いらっしゃいませ。ありがとう。
間食っちまう。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。おい、すかした顔してるな。終わりにしたらどうOh, my God.
時間食っちゃう。そこ。ごめんごめん。なんか用意ない。ああ取らせやがって。Yeah!
らっしゃいませ。ありがとう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
んか用か。しばらく寝てろ。
らく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとう。おう、なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。また例のソープっすか。うるせえよ、仕事で行くんだ。人聞きが悪い。すんません。ない、お前も連れてってやる。元々空振り覚悟だ。
てめえ人様んちを覗き見か。あんたらはとぼけんなよ。とっくに分かってんだろ、清流会のもんだ。落ち着けよ。俺はここで一服してただけだ。誤解させたんなら謝る。ええ、極道に囲まれてそんな不定面してなきゃそれで通ったかもな。分かった、もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どういうつもりで覗いてたか洗いざらい吐いてきや。遠慮すんな、うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何も分かりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって。何やっと驚いたみてえだな。どういうことだ。さっき匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧にお前が大道寺の人間だってメッセージ入れてな。俺らを覗いてるつもりが他の誰かさんに見張られてたんだよ。お前はざまあね。大道寺の人間ってなんだ。そんなのがうちに何のようだ。その写真を送ってきたやつに心当たりは。他に何て言ってた。いや何も。ただそいつの言う通り、お前がこの場所でうちをデバガミしてやがってのは確かだ。おら、おら、てめえ。その写真の送り主には興味がある。だがお前らに用はない。ここは黙って行かせてくれ。バカか、寝言は寝ていえ。奴が誰か知りてんだ。ふざけんな。そういや一応聞いとく。お前ら昨夜不当を襲わなかったか。ああ、何の話だ。だよな、そんなこったろうと思った。この写真の送り主、メールしてきたのは今日が初めてか。てめえに答える義理があるかよ。確かにねえな。もう俺のことは忘れろ。俺も忘れる。覗きを袋にするつもりが返り討ちにされたなんて誰にも知られたくねえだろ。清流会の看板に傷がつく。どの道もう二度と会うことはない。騒がせて悪かったな。おい待てよてめえ、このままで済むと思ったのか。おい、なるほど。では清流会と不当の襲撃は無関係だと。多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は、誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその仲間です。さらに言えば
今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは。ああ、実は背中に視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか。やれないことはない。だがせっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか。と言いますと？人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。そいつらを絞り上げてミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてるのはせいぜい二人ってとこだ。なるほど、確かにあなたならわけないですね。わかりました、私もそちらに向かっています。一応お気をつけてと言っておきますよ。俺に用があるんじゃねえのか。思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っております。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな。ゲリアさん、誰かと人違いした。何の話か分かんねえよ。だがお前らが何者かは改めさせてもらう。そりゃ随分虫がええんちゃいます。お前は顔隠さなくていいのか。他の奴はみんな隠してるぞ。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。ここにはすぐ大道寺の人間も。